んばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんは皆さん。訪問回数100回目？え？ 100 回もやってる？私本当に？こんばんは。なんかアイスクリームがたくさんなんか今やってるらしいですね。今日は休んでおりました。ゆったり。最近アイス食べた？食べました。家で家でハーゲンダッツ食べました。まあ贅沢。疲れ取れた？多分。ハイタッチ会で手の置きされました。あ、福岡のハイタッチ会もうすぐですね。そういえば7月の21とかかな。え、待って、ハイタッチ会そういえば7月21、え、21じゃないか、7月28、私宮崎にいますね。28、すごい。今月もまた忙しくなりそうですね。皆さんとお会いできる機会がたくさんです。生誕祭ももうそろそろですが、2時の募集っていつぐらいからあるんですかね。もしかもうない、ないはずない。明日とかかな。明日から？あ、明日からなんですか。じゃあ明日からだとしたら、皆さん明日を忘れなくお願いします。そう、皆さんに誘ってください。心配しないでマジだから大丈夫。いや心配しますよそれはちょっとぜひ皆さん、でも満席になるかすごい心配だけど、いざなったらきっとすごいと思うのでぜひ来ていただけたら嬉しいです。逆上がり公演初日まであと1週間やけど不安はない？逆上がり公演もあるんですね。逆上がり公演となんかいろいろあります。バジャドラもありますし、生誕祭もありますし、スピーチャーも考えてますよ。でもなんかいろいろ考えて考えて、なかなか難しいですねスピーチは。まだ練習してないので一旦今日練習してみようかなって思います。
それで時間を計ります。髪伸びたね。伸びました。でも生誕祭までには切りますと思っております。富士のココハは超えません富士のココハはもう二度と超えません。目標何分？目標5分くらいですかね。どちらかというと攻めのスピーチ。そうですね。なんかなんていうんですかね、配信とか、特に配信が多い。メールとかチャットとかはお金がかかるので、あのファンの方しか、まあ、見れないというか、ファンの方じゃなくても見れるんですけど、その私のためにお金を払いたいって思ってくださる方しか見れない媒体なので、メールとチャットは結構大丈夫なんですけど、ショールーム配信はなんか喋ったことがすごい捏造されていろんなところに出回るからちょっと怖いんですけど、ちょっとまあでも今見てくださってる皆さんには伝わってると信じてますし、あの見てくださってる方っていうかファンの皆さんには、あの私からの直接の言葉だけで判断してほしいなって思いますね。その柳瀬怜愛がこう言ってましたっていう文章でへーって本当に思わないでほしいです。それは柳瀬怜愛だけじゃなくてメンバー全員なんですけど、いや切り抜きは大丈夫です。切り抜きは私の動画が、喋ってる動画がそのまま流れてるだけだから全然いいんですけど、文章ですね。文章が、映像は捏造するの多分めちゃめちゃ難しいと思うんで、切って貼って切って貼ってめっちゃ頑張ったら捏造できるかもしれないんですけど、それはもう全然大丈夫なんですけど、文章は本当に捏造。私は感謝、その例えば今まであった昇格とか選抜入りとか CM 選抜1位とかそういうことがあるたびに、あるあった時その場の気持ちでファンの方には私の気持ちを全部お伝えしてると思ってるので、なんかそれをスピーチ、生誕祭っていうスピーチの場で改めて喋ることはそんなにないですっていう話なんですけど、そしたら生誕祭のスピーチは感謝しないみたいな、いやまとめすぎやろみたいないやまとめ、それは捏造ではないんですけど、まとめすぎてちょっとそれは違う意味で取られますよみたいな感じのがあるので、だから捏造しなくてもその文章から見て私を判断しないでほしいなっていう、ただそれだけですね。まあでも他にそれはまた例えばの話として捏造はめちゃくちゃ多いので、まあ文章で信じないっていうことだけ。あ、そう、曲解してね、なんかなってたり、そのまあでも私は結構時間をかけて配信で喋ってるので、多分私のファンの方は分かってくれてると思うし、しかも私のファンの方だったらその文章を見たとしても柳瀬はそんなこと言わんやろってきっと思ってくださると思う、信じてるので、あの私のファンの方は大丈夫だろうっていうふうに思ってるんですけど、そのファンじゃない方が柳瀬ってそういうこと言うんだって思わないかは心配ですね。だからまあ私のファンの方も他のメンバーのそういうのがあったら絶対信じないってほしいっていう、本当にそのメンバー本人が送ったメールとかチャットで本人が喋ってる動画とかでしか信じないようにした方がいいと思います、うん、こんなんないやろってきっと思ってくださってると思うんですけど、まあでも皆さんお気をつけくださいっていう感じですね。まあでもここはここでもまた改めて説明すると、その何かあった出来事ごとに私は
ファンの皆さんに気持ちをお伝えしてるんだ。で、そのスピーチっていう場所を使って、その結構個人なんて言うんですかね、あの例えば愛や協力してくださったファンの皆さんへっていうのだと、私を応援してくださったファンの方って多分限定的なんですよ、きっと。私のことを応援してくださってる中でも、アイアの投票してくださった方はもっと少ない。でその方のた、その方にはメールとかチャットとかでお話ししてるけど、スピーチってもういろん、本当にメールとかチャットに気にならないぐらいの方が見てるから、この特定の方に感謝を伝えると、ここ聞いてるここの方たちはもう何の話かも分かんない方もいると。例えばアイアって何って、 CM 選抜って何って方もいると思うし、いや俺別の子に投票してたけど、まあ、レアちゃんの生誕祭行ってみたとか、本当にたくさんいるんですよ。だからあの本当に、いやもう当たり前、当たり前のことなんですけど、もう感謝の気持ちをなくすことはもう一生ないです、一生ないですし、忘れることも一生ないですし、そのアイアの今までの MV 撮影とかアイアライブとか全ての思い出を忘れることは絶対にないです。でも生誕祭のスピーチでその思い出とかを話すっていうことはしないよっていう感じを伝えてったつもりなんですけどまあ伝わってると思う、伝わってる方には伝わってると思いますが、一応もう一回話しました。そう、こだわりというか、まあそんな感じですね。という感じです。だからというふうに考えたら、何を喋ろうかと、その万人の方向けに話すスピーチっていうふうに思った。逆にそっちもとても難しくてっていうので、いろいろ考えた結果、まあ攻めのスピーチになろうと、なることになりそうですじゃないけど、何見ても信じられる、あちゃんの言葉しか、そう、それがありがたいなって。私以外も、てか HKT48 メンバー以外も、そのてか普通にお知り合いの方でも、誰々がこう言ってたとか、誰々がこう何してるの見たとか、それだけを信じて批判しないようにしようって、やっぱ改めて思いますね。自分がこの表に出るようになって、そういうことがもうめちゃくちゃ多くなって、自分も気をつけようって改めて思いました。人の発言とか人聞きとかの言動行動でその人を評価しないっていうのはもう絶対気をつけようって思いました。なので皆さんも気にしていただければなと思います。笑いはある、笑いはないですスピーチに笑いを入れるのは難しいですね。笑いはないと思います , 笑いはないけど笑ってください。あの笑いはないけど笑わせようっていうボケはしないですけど、笑っちゃダメですよってことじゃないです。笑ってくださいなんか和やかな雰囲気でお話ししたいので、笑うは、あ、ここちょっとおもろって思ったら笑ってください , 笑いはないですそう、ちょっとそこまで考えれないですね。お手紙の予想はないです。お手紙の予想でも、美濃か藤子こうかなって思ってます。泣く準備、え、泣くかは分からないですけど、なんか分かんないです。でも感動させようとして喋るわけではないので、
泣かせるスピーチではないですけど、でも心が動いてくださったら嬉しいなって思ってます。藤野ちゃんは長い手紙書くかも。藤野ちゃんは手紙めちゃくちゃ短いですよ過去に同期の生誕祭とかで手紙書いてるの見たんだ。藤子は手紙めちゃくちゃ短いですどのメンバーよりも短い。いいところですすり泣くふりしようか。あ、振りはやめてください振りはちょっと大丈夫です。今 DMM で去年生誕祭配信してるのにフリフリしてた。なんか久しぶりにちょっと見たんですよ。なんかハウステンボスの時にちょうど配信してて、ハウステンボスの待機中に見たらちょうど MC 中だったんですよ。パフォーマンスのとこは見れなくて、で MC 見たらめっちゃみんな1年で変わってるなって思いました。1年でこんなに変わってる。あ、でもこれ思ったのは、私は1年前の方が可愛いんじゃないかってでも分かんないです、それは分かんないけど、なんか生誕祭だからめっちゃいろいろ準備してたから、私はいつもより気合も入ってるし、なんか1年前の生誕祭私漏れてるって思いながら見てました。あ、大丈夫ですか本当に良かったですちょっと不安になりますかね。そう、だから昨年の自分を超えられるのかっていうところありますけど、劇場いっぱいのコール受けると、そう、コールも私は特にコールが好きっていう風にずっと言ってて、ファンだ、 HKT のファンだった時もメンバーのパフォーマンスと同じぐらいのレベルで HKT のファンの方のコールにも元気もらってたんですよ。だから自分へのコールとかもそれは元気出ますよね、もちろん。なのでコールはちょっとよろしくお願いします。でもその私、あのレイヤー以外私以外のメンバーにもコールをしていただければなと思います。その生誕の私だけではなくメンバー全員のコールをお願いできたらと思います。まあ喉を一番大切に喉を一番大切に、他のメンバーのコールをするけど、その生誕の日だけはレイヤーコールは、まあ、いつもの 1.2 倍ぐらいにしていただければ嬉しいですまあ喉は大事に。全力オーバーチュアで声枯れたりして、あ、オーバーチュアはあのそんなに全力出さなくて大丈夫、オーバーチュアは声出し程度でお願いします。オーバーチュアはメンバーのコールもないですし、あのすごいオーバーチュア中のコールも聞こえてるので元気は出るんですけど、オーバーチュアで喉壊したら元も子もないのでよろしくお願いします。影穴の範囲で残して、あ、影穴の範囲は 言わないと寂しいので言っていただきたいですけど、そこも声出し程度でお願いします。あ、前座は
声出してください。前座のメンバーにも大きな声でコールしていただけたらとても嬉しいです。なんかもちろん今のコールめちゃくちゃ嬉しいけど、研究生だった時のコールってなんかびっくりというか、え、私の名前知ってるのみたいな、すごいびっくりプラス嬉しい。今も知ってくださってるのもすごい嬉しいですけど、研究生の時はもう私の名前知らないじゃないかみんなっていう思い出だったので、そのめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。研究生の時のコールって前座とか、特に前座とかは私たちの目的に来た方ではないわけじゃないですか。私たちの名前は出てないから、チケットを応募するときには。だから前座のコールはめちゃくちゃびっくり嬉しかったので、難しい、ちょっともうメンバー多くて覚えらんねえよっていう方もきっといらっしゃると思うんですけど、ぜひ七期生ちゃんのコールもめちゃくちゃ大きい声でコールしてくれたら嬉しいです。私も袖からコールします。でも七期生は多分私のチャットとかメールを撮ってくださってる方なら名前がわかる気がします。いや、わかんない、わかんない、まだ全然のメンバー決まってないので何も言えないんですけど、私はできるだけ七期生ちゃんの名前をかなり出してるので、七期生ちゃんの名前もその覚えられないよ何にもみたいな、まだ時間がかかりますっていう方はとりあえず私がメールで話してるこの名前を覚えるみたいな感じですかね。夢は全然出ません。夢は後ろでコールします。あ、モカちゃんはモカピーです。モカちゃんはモカピーモカピーです。私の猫ちゃんと同じ名前のモカピーです。え、公式のコールってまだ出てないですよね、多分。コールとニックネームが違うメンバーもいるので、結構難しいですけど。モカピが、モカちゃんかモカピかは多分決まってないですよね、まだ。でも、公式ニックネームはモカピらしいので。誕生日も一緒なんです。モカピ。覚えやすい。こんばんは、こんばんは。なんかね、こういうのも多分曲解して書かれるなって思いますね。私が予想するとしたら、柳瀬怜耶がめちゃくちゃ調子乗って七期生にも全コールしてあげて名前覚えてあげてって言ってる、調子乗ってるみたいなのか言われると予想します。でもそういうことじゃないよっていうのは多分配信見てる方思うんですけど、その私自身が研究生で前座出た時にコールがめちゃくちゃ嬉しかったから七期生の子にもコールしてあげてほしいっていうのは多分全カットだと思います。全カットして言われると思うんですけど、
ちょっと今配信を見てくださってる方まで分かってくださると信じて。先にこういうこと言っといたら多分書かれないと思うので多分大丈夫です。そうだから、まあ気にその書かれたことに気にするというよりは、書いてこれを信じる人はいるかな、大丈夫かなっていう心配ですね。だ、うん、でも私を知らない人は、いやそれやってこういう意外ときついこと言う子なんやって思う方もいらっしゃいますからね。テント配信してるんですか？テントじゃないですよ確かにテントみたい。テントじゃないですいつもこれです。いつもあの部屋が映るのがあの汚いので、いつも幕を上から垂れ下げてます。部屋は汚いのでチーム H6 期生のマリカやりたいですね。めちゃくちゃやりたい。でも今なんかYouTube もツイッチもゲーム配信なんか止まってますからね。みんな忙しいですかね、今逆上がりとかもあって。一旦落ち着いたらがめちゃくちゃ続いてますけど、本当に一旦落ち着いたらまたできると思います。今日のパンケーキはどちらで？今日のパンケーキは福岡のはい、拾おうって感じですけど、ビルズっていうあのパンケーキ屋さんに行きました。ビルズは鎌倉にもあります。鎌倉というか湘南海のあれ、あそこなんていうんだっけ、あ、江ノ島にはないですけど、新江ノ島水族館付近にあります。りゃちゃんメンタルズタボロな時期なかった？なんか私は多分メンタルがやられたら多分全部喋んないですけど、なんかその落ち込んでることがあるっていうのをファンの皆さんにも共有してるので、多分ファンの皆さんが知らないうちにメンタルズタボロにやられてるってことは多分ないと思います。いやそりゃどれぐらいの落ち込み度かっていうところまで話すことはないですけど、多分言ってる方だと思います。荒ぶってるだけ、荒ぶってで手まで行ってるんですかねでもアラブなんか普通に言ってますね。落ち込むことがあったっていうのと、落ち込むことの原因も喋っていい時は喋ります。今かなりメンタルズタボロなんよ。ああ、まあありますよね。そのメンタルズタボロにならない人生の方が少ないですよね。メンタルズタボロになったらとりあえずもう好きなものを食べましょう。もうお金とか一旦気にしない。好きな例えばうなぎとかちょっとお高いものでも心より大事なものなんてないですから、一旦好きなものを食べて、でもうちょっとお金にも余裕がないでうわーってなっちゃったら
一旦太陽の光を浴びる。ですかね。好きなもの食べて、時間がないときは好きなもの食べる。で、時間があるときは旅行する。旅行してちょっといいお宿とかホテルに泊まってみる。で、本当にリセットしてまたやり直す。落ち込んだ時は食欲ないかと。いや、食欲もない時もあります。でも食べれなくても好きなものを食べないと治んないですから。私も食欲なるタイプの落ち込み方するんですけど、うなぎが目の前に出てきたら食べますどんだけ食欲、本当にもうお米このおにぎりこんぐらいし一日こんぐらいしか食べない時期とか普通に何回もあるんですけど、うなぎが目の前に出てきたら食べます、食欲がなくても。だから皆さんはそのぐらい好きなものを見つけたらいいと思います。食欲がなくても食べれるものってある。あとはスープとか。胃は結構やられますけど、食欲ない時にいきなりガブガブ食べたら胃はやられますけど満足感は高いです。あとはめっちゃもう好きなものとにかく食べる飲む。一番落ち込んでた時、1日唐揚げロール1個とうまかぼうだけで1ヶ月過ごしたよ。多分健康には良くないけど、そういう時もあります。だって食べれるものがそれしかないなら食べないよりは全然良くないですか。全然いいと思います。でもちょっと今日他にも食べれそうって時にお野菜を食べてみようっていう感じですかね。お酒は私はまだ飲んだことないんでおすすめはしませんいや、お酒飲んだら全部解決ですよねとかは分かんないので、それはおすすめしませんぜひ会いに来てくださいこういうこと言えたらアイドルなんでしょうけど、まあでも劇場来る間って絶対歩かなきゃいけない距離あるじゃないですか、駅から。あれで太陽浴びれたら相当結構本当にいいと思います。太陽の光なんかあんまり太陽の光言うとなんか言われそうですけど、太陽の光は一日に一回は浴びた方がいいって自分で一番思いますね。なんか自分自身が本当に寝てベッドからもうお寺の時しか立たない、ご飯もベッドの上だし、で体も拭いてもらってみたいな、本当にそういう生活をしてた時に太陽の光を浴びなよってすごい言われたんですよ。太陽の光浴びないからそうなんだよって言われて、で一回も外出てないから太陽の光浴びたら変わるよとか、太陽の光うわーって言われて、太陽の光浴びるだけで良くなるんだったら誰も苦労してないよって思ってたんです、その時は。ちょっといや、太陽の光を一瞬浴びるだけで治ったら私こんな苦労してないですけどみたいな感じだったんですけど、いや本当に太陽の光浴びたら全然違いますねちょっと頑張って外出てみるだけで本当に1分とかでもいいから変わると思います。その時は全然太陽の光浴びなかったけど、太陽の光は多分大事だと思います。もうインスタチェックしました、ありがとうございます。皆さんも柳瀬レイヤのインスタチェックしに行ってくださいで
できれば朝の光に。あ、そうなんですね。でも朝の光の方がなんか良さそうですよね。でも夕日も 見たら綺麗ですけどね。そう、ポジティブになる気が、私はポジティブにならなかったですけど。まあでもずっとこのこういう感じだったのがちょっと穏やかにぐらいにはなったと思います。結婚はしません。結婚はしないです。お母様に写真撮っていただきました。私のお母様は写真を撮るのが苦手なので何百枚も撮ったうちの1枚です。それは嘘です。それは嘘。何百枚はちょっといろんな方に迷惑なんでそんな撮ってないんですけど、でも外とかだったら何百枚も撮ります。ポジティブシンキングね、大事ですよ。ポジティブは太陽の光浴びてもダメなら、私はどうしてたかな。でも時間しかも解決できないこともあるので、もうとりあえず好きなことして過ごして、もう時間が経つの待ってましたね。私は何年もかかりましたけど、でも別にいいと思います。人生のうちの何年なんてほんの一瞬ですから。7期生からボディタッチされない。でも7期生本当にすごいですよ。もうびっくりしちゃうぐらいすごくて、びっくりします。本当にねえ、7期生入ってきてくれて嬉しいですけど、こんなにすごい子たちだと思いませんでした。ロッキーもボディータッチ多い子いない。ロッキーはえぐっちゃん。日ごとの違いってどうやって生まれる？なんかめちゃくちゃ明るくて先輩にもガツガツ行くみたいな子はたくさんいたのは自分もそうなってるんじゃないですかね、多分。とかしっかり7期生って結構18歳が一番上って、結構6期は21歳のななかちゃんがいたから、なんかちょっとっていう子がいないからうわーってなってる気がします。6期生は結構行ってたので、特に私はその例えば6期生も最初は結構先輩方にグイグイ言ってたんですよ。写真撮ってくださいとか、なんかうんちゃんラブラブうんちゃんかキャー大好きみたいな、パシャパシャパシャみたいなのを私が言いました。あのひろなさんにはまだみんな行ってなかったですけど、ひろなさんに行く前にやめさせようと思って、ちょっと先輩後輩のあれはちゃんとしっかりしようねって。お友達じゃないよっていう感じのを
有効が結構ロキサ多かったのね、私だけじゃなくて。市場もありますけどでもひろさん以外もその後ちっちゃい子がめっちゃ多かったんですよ。ちっちゃい子、小学生とか中学生ちょっとも多かったので、その先輩の方々は今お仕事中なんだよっていうのをやっぱ理解できないから、わあ可愛いお姉さんたくさん構ってみたいな子がたくさんだったので、それは違うよっていうのを言ったりしてましたけど、ゆいなにはいろいろ教えて、いやゆいなは全然、ゆいなはずっと縮こまってました。先輩にゆいなから話しかけてるとこ見たことないです。今も今も見たことない。ゆいなはしっかりしてましたしっかりしてたのか人見知りなのかそれは分からないですけど、ゆいなは全然そんな感じじゃなくて、ゆいなちゃん別格なんで、別格なんですかね。でもちっちゃいけどしっかりしてると思います。ゆいな芸歴長いから、確かにゆいなは多分、あ、ゆいなも多分先輩後輩とか、いや分かんない何も分かんないけど、お結構しっかりちゃんと理解していた気がする。ゆいなちゃん間違いなく人見知り、人見知りは間違いなくあると思います。ゆいのは頭いい、ゆいのは頭いいです。漢字読めるんで、ゆいのはなんか6期生でよかよか、7期生ってよかよかあんのかな、まあ一旦置いといて、よかよかで出させていただいた時にみんななんか漢字読めない子めっちゃ多くて、台本とか見てこれなんて読むんですかみたいな、その時間だけで打ち合わせ終わるみたいなんで、本当に勘弁してっていう感じだったんですけど、ゆいなは誰にも教わらなくてもボン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 って読んでたり、他の子がこれなんて読むのっていうのを教えてあげてたりで、待ってゆいなめっちゃこれは頭いいな実はってその時から気づいてました。プロです、ゆいなは。ゆいなで決めた感じ、なんだっけ、なんかありましたね、私も間違えちゃって感じの読み方忘れちゃった、なんだっけ、もじもじゆいなで隠してたのプロ。いや、ゆいなは隠れ天才ですね。いや、あの子は本当に頭がいいです。漢字テストとかやったら満点だと思う。でも最近の子って本当に漢字読めない子めちゃくちゃ多いじゃないですか。例えば昔は全部手書きでやってたけど、最近はもう打ち込みで漢字を書く、読めるけど書けないみたいな人がめっちゃ多いと思います。私も書けるか分かんない、最近書いてないですか。てか最近文字を書くっていうのはウェルカムボードでしか文字書いてないんじゃないか。あとサイン書けなくなりますよね、漢字ずっと書いてなくて。アンケートも電子ですよ最近。授業も電子です。最近はもう書かないですよ。あ、でもプリントに書くことはありますけど、例えば作文書いてくださいとかがなくなったから、本当に
書かれた文字をそのまま写すことしかやってない気がします最近。大問題。授業は写真撮って終わり。あ、授業は写真撮って終わりだ。でもそれはない。授業は中はスマホ使っちゃいけないっていうルールはあります。スマホじゃなくてその学校指定の電子機器とかが多いですかね今は。怪我した時なんで怪我したんだろうってならない？怪我は思いますけど、まあ、もう起きちゃってしまったことはもうどうしようもないし、私は一番病気なんで私だけこの病気かかってんのって思いました時もありましたけど、そんなこと考えても治んないものは治んないのでしょうがないです。あと私は幕張めっちゃ前、本当にお披露目直デビュー公演デビューぐらいの時に足をひねったんですよ。めちゃくちゃガチ、私本当に足首柔らかくて、野球部とかで野球部の時に足首トレーニングみたいなもんで、もうめちゃくちゃ信じられないぐらいして、もう足首こう 足あるじゃないですか、もうこの状態のこの状態こ、あ、足をこの状態にしてこの足の甲で歩けるっていうぐらい本当に足首柔らかい時があったん、柔らかいんですよ今も。だから足首ひねるってことが本当になくて、それなのに私足首ひねって、で私だこんな風になっても足首ひねんない人が足首ひねるって相当すごい曲がり方をしたんです。これを喋ると多分生々しくてみんなウィーってなっちゃうから言いませんけど、そのぐらい足首柔らかい私が足首を思いっきりひねっちゃって、右足首なんですけど、その右足首をひねってからもう膝も腰も全部調子悪くなってるんですよ。もう何年も足首、右足首が悪いだけで歩き方が変になって、腰痛めてで膝も痛めてで太ももも痛めてみたいな、もう全然何回もありますけど、痛めましたけど、その右足首ひねった自分を責めることはないですね。いやちょっと注意不足だったなって思いますけど、なあもうしょうがない、もう起きてしまったことはしょうがないですから、これからはストレッチしようとか、その足首のストレッチを、あ、じゃあ足首をひねったっていう経験のおかげで足首ちゃんとストレッチして、もういつも以上にストレッチしてから運動しようって思うようになったから、もっとひどい捻挫をしなくて済んだかもしれないじゃないですか。その未来にあった捻挫を防げたかもしれない経験です。全部足首ひねった経験が私にはあるそのおかげで防げたことが何個もあるかもしれない。例えば前座で首をひねりました。私でも前座ミニスカートの妖精デビューで首ひねってもう大号泣、本当に痛くて、でもそのおかげで首を振り回すダンスの前は絶対首をちゃんともう一回ストレッチしてから出ようっていう風になったから、そのおかげで首をひねらなかったこともあるかもしれない。だってミニスカートの寄せってこうやって振り向くだけですよ。この振り向くだけで首をひねったってことは、もう美しきものの最初のこういう首のジャンジャンとかもうひねりまくりじゃないですか。でもそういう時は私は首ひねる、ひねったことあるからちゃんと首回してから出ようって思うようになって、あ、そうメロンジュースとか特に、そうメロンジュースの前は首回してから出ようとかそういうの思うようになったんで、まあいいんじゃないですかね。いや緊張してたのかもしれないですね。緊張もありそう。緊張で首がこわばってたとか。あります。トロンボーンのマイク外れた時はどっちが大きくした？え、それはトロンボーンですねトロンボーンはやばかったですよ。裏は地獄映像みたいになってました。でもそれももう
それは消化するのに何週間何ヶ月もかかりましたけど、今は次トロンボーンの演奏するときはマイクも固定し、テープで固定してもらおうとかそういう風に考えるので、まあ今はそう思いますけど、トロンボーンやったから1ヶ月2ヶ月ぐらいはもうずっとこう寝るたびにその光景思い出してわーってなるみたいなことがありました。まあ、でもそんなこともありましたし、あとはなこさんの卒業コンサートの時に、これは結構いろラジオとかでも話してることなんですけど、寸劇があったんですよ。寸劇の伴奏をしなきゃいけなくて、まずそれ自体が3日前に言われた、この寸劇の伴奏をしてほしいって言われて、いや3日で弾けるようになんないからって思って大号泣。そこでまず大号泣で、まあ、なんとか前日も一人だけ会場残ってピアノ練習、一人だけあの横浜の何でしたっけ、なんとか横浜の会場に一人だけ残って練習、深夜まで練習みたいなしたりして、ようやくギリギリ寸劇に間に合わせました。あ、そう、パシフィコ横浜パシフィコ横浜でのそのコンサートにギリギリ間に合わせました。間に合わせました。よし、これでいける。リハーサルも無事終えました。よし、リハーサルも成功で、本番なんと台本が変わっている、知らぬ間に。で、あのセリフに応じて曲を変えるっていうのを全部頭に叩き込んでたし、どれぐらいの感覚でどれぐらいの速度で弾いてこのぐらいで曲変えるっていうのを全部考えてたのに、知らない、それを本番弾きながら、待って、こんなセリフ聞いたことないんだけどっていうのが続いて、はあ、やばいやばいってなって、まあ無事わかんない、でもその時は怖くてアーカイブを見てないんですけど、それが終わりましたから、もう月と水鏡を聞くだけで震えが止まらないみたいな月と水鏡に何もあれはないですけど、月と水鏡のピアノ弾いた後、その寸劇でそれがあってから、もう月と水鏡とその弾いた2つの曲がもう聴くだけで震え止まんないってぐらいトラウマみたいななってたんですけど、それをアイアライブのソロ曲に選んだのはそのトラウマ克服で、歌、自分の苦手な歌も克服、そのピアノ、その楽器演奏、そのトロンボーンとかでいろいろあった楽器演奏の克服、そして弾き語り初挑戦、なんかいろいろと自分への挑戦でもありましたね。そのもうトロンボーンやってからもピアノもいつかこういうことあるんじゃないかっていうのでいろいろ思うとこあったんですけど、月と水鏡も楽器演奏も歌ももういろいろと全部詰め込みました。そう、今は月と水鏡は聴いて、はあ、いい曲ってなるぐらいあれなんですけども、それ終わった後はもうそれ聞くだけ心がグーって苦しくなって、もうそう情景を思い出すみたいな。音楽って すごいその時の感覚が蘇ってくるんですよね。だから聞くだけであの本番の冷や汗止まんない状況をバッて思い出すからてたんですけど、克服しました。頑張った頑張った。そうなんですよ、記憶はセットです。これは私だけじゃないと思います、皆さんもきっと音楽聴いたらその時の情景思い出すとかあると思います。めっちゃ結構不思議な感覚で面白いので、自分が学生の時に流行ってた音楽とか久しぶりに聴いてみるのをおすすめします。なんか学生時代の淡い思い出が蘇ってくると思います
多分ね。今克服したいことは、たくさんありますけど、たくさんありますけど、パンクしないこと、その自分は考えすぎないこととか、学生時代、私は学生時代って言っても今も実は学生なんですけど、小学校の時に流行ってたのは、例えば USA とか USA みたいな聞くと、なんかその学校全員でこう踊ってた雰囲気とかを思い出したりし、高校生のうちにしたいことは映画をたくさん見に行くことです。これはもうラジオで言ったのに一回も見に行ってないです。てか福岡来たから君たちはどう生きるかしか見に行ってない気がする。大問題です、これは。これは大問題。最近の感覚最近の感覚、でも全然昔ではないんですけど、流行ってた、ただ流行ってた、私が小学校の時にもう一世風靡するほど流行ってた曲の例です。九州交響楽団いけそう。なんか九州交響楽団のあれは本当に自分の中で結構切なくって、私チャイコフスキーが本当に大好きなんですけど、っていうのもずっと言ってたんですけど、チャイコフスキーの曲のコンサートが、チャイコフスキーの白鳥の湖、くるみ割り人形、あともう一個なんだっけ、ハナワルズは違う、なんだっけ、もう一個、なんかその3曲、私の大好きなチャイコフスキーのその白鳥の湖、くるみ割り人形、もう一個なんか忘れちゃいましたけど、それをやるっていうコンサートで、こんなに私が行かなきゃいけないコンサートあるって思って、で今結局行けなかったんですけど、めちゃくちゃもう一回やってくださいって、あ、眠れる森美女、それです、それそれそれの3曲をやりますっていうコンサートで、もう本当に大好きで、でもそんなんや、九州交響楽団さんもすごく大好きですし、いつでも行きたいんですけど、私の大好きな九州交響楽団さんが私の大好きなチャイコフスキーの音楽をやるっていう、こんなにベストマッチ、しかも福岡でっていうのを逃してしまいました。でもやっぱりかなり苦しい、切ないですね。まあ、こんなこともあります、人生なので。でもなかなかやらせないじゃないですか、その例えば HKT が、 HKT って HKT の曲やることが多いけど、珍しく僕が大好きな例えばそばかすのキスやってくれたみたいな、全然珍しい。でも僕見に行けなかった、その時ちょうど仕事入ってコンサート、たまたま1個行けなかったコンサートで僕の一番好きなスパカスのキスやった、最悪って思っても多分やるじゃないですか。またでも九州交響楽団さんがチャイコフスキーだけの音楽をやるっていうのは、私が生きてるうちにあるか分かんない。
で今一回しかないのを逃したっていう感じ。じゃあ生誕祭に行けなくなったら生誕祭は来てください。生誕祭も多分そんな感じなので、行くか迷ってるっていう方は来てください。本当に柳瀬れいや18歳の生誕祭っていうのは人生で1回しかないものなので、もう行けないって決まってる方は本当に無理しないでくださいっていう感じなんですけど、行こうかな、どっちにしようかなでもなっていう方はぜひ来てくださると嬉しいです。ジャンヌはかっこよかったですか？よかったです。ジャンヌは結構自分の中でも過去指折り数えるぐらいのトップで結構好きだなって思えたパフォーマンスです。自分の中で結構納得し、納得というか満足しました。毎回の公演もその日だけの大事な公演だと思って見てるよ。そうなんです、その MC とか特にですけど、その公演でしかやらないし、できるだけハプニングはないように私たちも頑張ってますけど、ハプニング起きるハプニングとかもその一回きりなので、そのそういう楽しさもあると思います。でも私は一公演一公演違うものを見せれるようにとか髪型とかで自分の人格を決めたりしますね。例えばこんな感じのウルフみたいな、こういう髪型が私の基本の髪型なんですけど、こういう髪型の時は結構かっこいい系の、例えば目撃者とかでも愛をくれとかがそうですかね、愛をくれとかかっこいい系の女だとなんか本当にモチベーション的には私を選ばないなんてバカだなみたいな感じの人格が入る。でも例えば全編みとかちょっと可愛い系、 あんまりそういうことないですけど、ちょっとハーフツインとかちょっと可愛い系の女の子になるってことは、愛をくれだとなんで私のこと愛してくれないのみたいな、そういう人格が入るっていう感じですね。そんな感じで髪型だけじゃないですけど、そのこの髪型でもいろんな人格が入りますけど、毎公演人格っていうか主人公が変わります。気が弱い女の子だったり気が強い女の子だったりはしますね。でもそれは事前に決めてるわけじゃないです。本当にその時の曲がかかってからのフィーリングなので決めていくことはないです。アイムクライングは本当に、でもアイムクライングはアイムクライングも愛をくれの身に結構いいかも。なんかこういう感じはもう本当に病んでる、もう本当に生きてる意味わかんない、なんで私を産んだわけみたいな感じの、本当に生きる意味もわかんない、でもチャラいみたいな、なんか例えば親と喧嘩してるけどモンスターをストローで飲んでる子供みたいな感じ、雰囲気的にはですよ。なんかもう完全にもう親と喧嘩して家出したけどもう反抗心みたいな、
親への反抗心、世界の反抗心、メラメラ中二病みたいな感じ、なんか未成年なのにお酒飲んじゃったりみたいな、そういうぐらいの、飲まないですよ、飲まないですけど、そういう人格だけど、ちょっとポニーテールとかそういう時はなんか追い出されたみたいな、家から追い出された女の子みたいな、ちょっと違いますけど、なんか言葉で説明するの難しいですけど、私は私演じてる人は一緒だけど、なんか日によって人格が変わる感じですね。なんか本当に無表、例えばなんか生きることに向いてなくてしらけてくし、産んでと頼んでないしみたいな時は、本当に産んでって頼んでない、なんで産んだのお前みたいな感じの子供いるじゃないですか、そういう感じ人格でも、可愛い時はなんで私のこと産んだのみたいな、私のこと育てらんないのになんで産んだの、本当に私が生きてる意味わかんない、もう消えたいみたいな、はぁみたいな人格、まあ、いろんな人格で表現できるなっていう感じ。もうちょっとこれフィーリングの話なので言葉では説明しづらいです。矢崎はコーラ禁止されてた、禁止されてましたよ、ジュース全般禁止でした、炭酸も禁止でも今は全然飲んでますけど子供の時は禁止でした。想像、幸せが確定しそうだ、想像力豊かやね、そう、私は全然親に対してそういう感情を抱いたことは一回もないんですけど、本を読んでるからだと思います、多分いろんな小説読んでいろんな映画見たらそういう気持ちは 理解できたりするのかな。本めっちゃ読みます。反抗期なかったの？なんか反抗期は私はないと思ってたんですけど、お母さんによると私は晩年反抗期だったみたいです。怖いですよね。私その劇的なボーンみたいな、もう家帰んねえみたいな、そういう反抗期はないけど、ずっと中ぐらいの反抗期が生まれた時から続いてたみたいな感じらしいです。顔の表情の練習はしないですね。表情って作ろうとして作ったら偽物みたいになっちゃうから、なんかその時の自分の人格で出てくる表情をするみたいな、もうこれはフィーリングです、難しいけど、なんか例えば生まれ出てきた表情をして DM 見て、わやだなこの顔って思うことが何回もあるけど、作ってる顔の方が多分良くない。笑顔も練習したことないですね。本当に楽しいって思った時の顔が一番いいと思ってるから、作り笑顔が一番好きじゃないのね。あと作り笑顔って多分見てる側も分かりますよね。なんか不自然って思われないように逆に練習しないようにしてますし、練習するようになっちゃったらそういう笑顔になっちゃう気がするから。映画の時の表情はどうした？映画の時ももう自分の人格を入れて、本当にその女の子がこういう状況にあった時にどんな顔をするかが顔に出るというか、自分も人格を入れてそれのまま顔に出すって感じですけど、音楽がかかってたらできるけど、音楽がかかってなかったらめちゃくちゃ難しかったです。しかもはいカット、はい回して、はいスタートみたいな感じだから、音楽ってイントロから徐々に心がこもるけど、映画っていきなりボンってサビ入っていきなりスポンってサビ終わるみたいな感じだったから、めちゃくちゃ難しかった。
音楽で、音楽から入る人だから、私は音楽がないと全然感情入らない、難しかったです。そう、舞台もね、音楽、月の光がかかったら悲しい気持ちないけど、悲しい気持ちになろうなろうって思ってなるまでめちゃくちゃ時間かかりましたね。待って、そう、会場、北九州映画の上映会にグッズに、そのスタッフさんのツイートから私も知ったんですけど、メイキングの DVD があるみたいなんですけど、私見たいと思って、あの、私がどれだけ声が出てないかは分かるんじゃないですか。あの、私も、でもしかしたら全カットかもしれない、私が声出てない部分は全部カットされてるかも。私もメイキングDVD見てないので分かんないですけど、でもそんなこと言ったら全カット、私が出てる映像全カットだから、そんなことはないじゃないですか。多分、多分ですね、本当にこれで映ってなかったら、それは映ってねえじゃんって言わないでください。私は断言はできない、私も見てないです、すみません。私も購入者の気持ちで言いますね。だから私が言ってることが合ってるか分かんないんですけど、私がどれだけ声が出てないかが分かるかもしれない、メイキングの DVD で。もうすごいことになっちゃう。メイキングってどんなの、メイキング回ってたとこも覚えてない、どっから回ってるんだろう、メイキングって分からないです、メイキングの DVD。 あ、でも回ってたな、メイキングの DVD 分かんないです、どんな感じかな。ちょっと私も買ってみてます、見てみますね、メイキング DVD。 私たちを見るのなんかグッズの種類の中にメイキング DVD があるみたいです。だから多分購入していただけたら見れるとは思うんですけど、内容、どんな内容か私も分かんないので、こういう内容が映ってるので買ってくださいとは言えないんですけど、とりあえずメイキング DVD は上映会の当日会場で売られるみたいです。横からマネージャーさんが撮ってた時じゃなくてカメラがあったの、そう、メイキング用のスタッフさんがいらっしゃって、もう一人ずっとメイキングの方だったんですけど、ずっと回してくださってたましたね。予約販売、あ、予約販売か、そうだそうだ、なんか受注販売みたいな言ってた気がする。私も本当に何も来てないので、私も何も把握してないんですけど、そのスタッフさんの X のポストによると、その場で受け付けて後日届くとかかな、分かんない、さあ当日予約だけとからしいです。りゃあちゃんもらえるの分かんないです。でも私がもらえないとしたら、お母さんが買ってくれると思います。お母さんがきっと頼む気がする。映画撮影、愛知と伊吹と一緒にいた割合って全体どれぐらいやった？多分45分の1ぐらいだと思います。映画撮影中の45分の1未満かもしれない、そのぐらいしか一緒にいませんでした。もうそのぐらい孤独でした、切ない。なんか別々というか、メイクの時とかは一緒なんですけど、撮影の時とかは、伊吹さん、大地さん入ります、はい終わりです、でもすぐ話されてしまうので、あんま長い子、本当に撮影以外の時に一緒にいるとか、てか撮影以外の休憩時間がほとんどなかったので、さあほとんど一緒にいなかったけど、あとご飯の時間バラバラみたいな、ゆきさんと大地さんはこの時間にご飯休憩するけど、私はこの時間にご飯休憩するとか、
がもうずれ全員も個別のスケジュールがあったんで、それで会わなかったりはしてもしました。南野さんとは結構一緒にいました。岩木さん大地さんより多分一緒にいたと思います。映画撮影の時は一緒にお昼ご飯食べました。意外と一緒じゃなくて、そうスタッフさん本当に休みなくて、本当に動いてくださって、本当に休んでくださいっていう感じなんですけど、本当にずっと走り回ってて本当にありがとうございますって。お父さんたちは羨ましいと思ったんで、お父さんはめっちゃ羨ましがってました。いやすごい経験でした。めちゃくちゃ撮影は真冬だっけ、あ撮影はいつでしたっけ。でも本当にやばいぐらい寒かったです。寒さが異常、あの口から白い息出てます。それなのにあの映画の背景は3月4月であったかい時期の想定なので、服が春服なのでめっちゃ薄いんですよ。それをみんながもうマフラーとか巻いてコート着てる時期に春服で寒いっていう演技をしないように撮ったんで、本当にわーってなりながらなってました。ちょっとこれはまああんまり喋らないようにします。その先入観を持っていただきたくない。これはまあ上映会のトークショーとかで話そうかなと思います。でもとにかくずっと寒かったです。例えばそのお部屋の中とかで撮影の時も窓の外からカメラ回すとかだったら窓開け全開きで撮るからほぼ外みたいな、でも家の中みたいなそのあったかーっていう感覚を出さなきゃいけない時も、寒いのでこんなことやってらんないからはーみたいな感じで顔はめっちゃもう鳥肌、全身鳥肌なのに顔はふーっていう顔、まあもう演技するしかもう心入れるとかそういう問題じゃない、もうただ寒いっていうのを顔に出さないっていうのに必死でした。女優さんってすごいです。本当にあ、ちなみにこれ喋ってないのかな、映画は私も全編見ました。皆さんお楽しみ。57分、なんでランキング読ませていただきます。では13位、レイヤー出たつのしさん、ありがとうございます。ちょっと読み方合ってなかったごめんなさい。12位にじまさん、ありがとうございます。11位、竹安さん、生誕祭招待状届いたよ、ありがとうございます、お待ちしております。10位、こしょさん、ありがとうございます。9位、オラさん、ありがとうございます。8位、抹茶サンタさん、ありがとうございます。7位、ゴンタちゃんさん、ありがとうございます。6位、やすひろさん、ありがとうございます。5位、つぶのおさん、ありがとうございます。4位、森安さん、ありがとうございます。3位、ゆうさん、ありがとうございます。そして2位、あやのさん、ありがとうございます。そして1位、ぽんたろさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで皆さん見てくださって本当にありがとうございました。ということで生誕祭受付を忘れずにありがとうございました。長い間お付き合いいただきありがとうございました。ではまた会いましょう。ありがとうございました。